こんにちは、長澤です。今日からミニ四駆グランプリ2016ニューイヤーに向けてですね、マシンを作っていこうと思うわけなんですが、前々からお話ししている通り、こちら FMAR を使って、マシンを試作していきたいというふうに思います。手始めにですね、2015年年末に使ったこちらのマシンの、前後のユニットをですね、単純にこちらに付け替えてまずは走らせてみたいと思います。で、セッティングとしてはね、 MA なら、ローラーを変える程度のことで、ほぼいけるんじゃないかなと。このユニットにはね、自分的に結構満足しているところがあるんですけれども、 FMAR につけた時どうなるかということがまだちょっとわからないので、今回はそれを試してみたいということでございます。はい、じゃあ早速付け替えてみたいと思います。はい、では左のマシンのユニットを FMR の方に移動していきたいと思います。せーの、バーン。はい、このような形になりました。で、おさらいというか注意点なんですけれども、こちらの FMAR ですね、もともとフロントだった部分、スラストがついておりますので、ここに、タミヤさんのね、パーツのこういう紙のね、切れっ端を1枚ね、挟み込んでおります。これでスラストを殺してですね、逆スラストにならないようにね、こういう風に平坦にしております。ゼロ度を目指してね、はい、やっております。で、モーターはね、レブチューン2モーター入っておりますけれども、とりあえずこれで一旦走らせて、課題を探っていくということを今回はやっていこうと思います。はい、じゃあスロープセクションとバンクを使ってですね、ちょっと上下に揺さぶってみて、どのような走り、どのような着地をするのか見ていきたいというふうに思います。じゃあ早速行ってみましょう。ということで、こちらのマシン走らせてみたわけなんですけれども、コースアウトこそしませんでしたけれども、ジャンプの様子を見るとですね、やっぱり左側が下に向いて、着地することが多かったように思います。これはですね、今後の話にもなるんですけれども、改善点、いくつか考えているところがあります。一番最初にやらなきゃいけないなと思っていることが、このジャンプに影響していると思うんですけども、まずはシャーシの歪みですね。バッテリーを入れた時にいろいろなところに干渉して、結構歪んでいます。ちょっと手でね、押さえて矯正したりすると、ちゃんとこう設置はするんですけれども、おそらくテンションがかかっているということで、一方方向にこう傾いてジャンプするということが起こっているのかなと思います。その辺はですね、シャーシを削ることになりますので、ちょっと調べてからということになります。あと、せっかくなので今後何を
していくのかということについて、お話ししておきますと、ライジングサーキット2016の攻略をしていきたいと思います。で、同じコースを再現するということはちょっと難しいので、セクションごとに、一個一個ね、考察していきたいかなというふうに思っております。まずはですね、ジャンプですね、まっすぐ飛び、コースに収まってしっかり着地するということ。あとはですね、スロープ上り下りの攻略ですね。バンクに関してはそんなに、問題ないと思うので、あとはですね、ウォッシュボードサイドについているセクションですね、そういったところを攻略していきたいというふうに思っております。はい、ということで、今回は年末に作ったマシンのパーツを乗せ替えて FMAR を走らせてみたよという動画でございました。また見てね。